って何？歩くの。食べる？ママ膝食べる？ちょっとここで食べてください。あ、こんなことが分かった。パンドラっていうのは自分の意識を。あ、偉いね。意識？お風呂行くよ。村人の動物のいないようなところにいるけど、そんなところないの？タップしたベンチがある。お楽しみに。やっと。買ってないんだから。風船あるの？入浴船ある？じゃあ風船よ。入るときちゃんと顔洗えなかったので今からクレンジングします。最近変えたんですけど、これカバーマークのクレンジング、トリートメントクレンジングミルクってやつなんですけど、これめっちゃいい感じ。なんか毛穴の奥から汚れをかき出してくれるようなクレンジング。ちょっと匂いが独特なんですけど、めちゃくちゃいい感じ。優しい。洗うとすんなり落ちてくれて残らない感じがめちゃくちゃいいです。あ、靴下落ちてる。コトくん誰の靴下？コトくん靴下落ちてる。ここ後ろ反対反対、マルの方、マルがいる方、あそこ。あ、それもう一個、もう一個。あ、じゃあかっこいい。あ、洗濯機の中でいいよ。洗濯機の中入れてきて。イエーイイエーイ、トトくんイエーイ。みかん。ん？みかん。みかん？ねえ、ママ洗いも終わってからでもいい？イエーイ。え？ありがとう。サンキュー。シェイプが挨拶助かる？助かるね。みかんです。みかんジュース。うまい？うん。お水いる？いる。いる？いる。ごちそうさまでした。ママママ、はい、どうぞ。あ、ありがとう。ありがとうね。はかる。助かる。
子供たちも寝て、まあ、部屋のリセットも軽くして、洗濯物が今回ってるので、それが30分ぐらいかな、30分ぐらいで止まるので、30分ほど編集して、歯磨きをして、残ったコップを洗って、寝室に行きます。だいたい寝室に行くと、30分か1時間ぐらいは SNS 見たりだとか、ゴロゴロしています。あんまりね、編集ができてない時とかだと、まあ、夜の2時3時とかまで編集やる時もあります。そんな感じで、我が家の、ナイトルーティーンでした。ちょっとね、華やかなナイトルーティーンではなかったんですけれども、最後まで見ていただいてありがとうございます。それではまた次の動画で、バイバーイ。